ポストモダン建築っていうのはその王立の宇宙軍の背景の世界となっているビル群はそれでいこうと。よく架空の異世界っていうと宮崎さんとかがよく描くような粘土で作ったみたいなこうグニャ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 の丸い建物とかよくありますよね。あとはんだろうなうん超ハイテクなまあなんかガラスと金属だけでできてるようなビルとか,とかあるんですけども実際のですねその異世界っていうのをリアルに描こうとしたら。 そのどっちもやりたくないと。超ハイテクなビルもやったら現実の風景と変わんないしだからといってそのぐにゃと粘土で作ったの家だったらよくあるファンタジーになってしまうでそうではなくてポストモダン建築っていうのはモダニズム建築の次に来てるだからポストモダンなんですけどもいわゆるそのなんだろうな記号的な特徴をあえて取り入れた建築群のことなんですね。例えばです、ねあの、シカカゴで有名なあのっていうアメリカの,あの、 電信会社ですね。電話会社のビルっていうのはまあこう普通のビルなんですよあのポストモダン建築っていってもでこの一番上のところがです、ね、こういうふうにキュッとこう鍵穴みたいに開いてるとでこれがいわゆる電話のこう受話の受器っぽく見えるわけですね。で別にここに受話器とかをつけたりしないんだけどもこのワンポイントがあるだけであなんとなく、えー、ビルの見分けがつくと。で まあ、バカみたいに聞こえるんですけどポストモダン建築っていうのはモダニズム建築のビルが並んでたら何も全部同じように見えるのちゃうのでそういうのじゃなくてビル一つ一つに個性で個性といっても一応モダニズムを通ってきたデザイン的なセンスのある個性というのをつけようというふうなことで、まあ、こういう AT&T ビルとかをですね中心として。 なな。んだっけなあの時にはねもうポストモナリズムの,あの建築家の名前聞かれたら何ぼでも出てきたんだけども,もうそれも20年ぐらい前だからすっかり抜けちゃいましてですね、まあ、そういうふうなビルがニューヨークにあるから見に行こうということで、えー、あの時一番やっぱり見たかったのがトランプタワーだあのトランプさんという大富豪が建てた自分用のマンションで、まあ、あのスピルバーグとかが中にメゾネットを借りてたりするマンションなんですけどもそこを見に行ったりしました。それが1回目ね。で 浅草のあれとか、そのの通り浅草のあのフィリップ・スタウトがデザインした、えー、キリンのビルかな、えー、フィリップ・スタウトって言ってもまああまりあの知ってる人少ないんですけども、えー、有名なのはフィリップ・スタウトの作品であのレモン搾り器でこうなってるやつって見たことないですか こん,なこんな変な形でで、上でこうオレンジとかレモンをギュッと絞るというやつなんですけどこれがフィリップ・スタウトの代表作ですねであの黄金のクソっていうふうに今コメント出たんだけど <laughs> まあその通りでですね、えー、一番有名なのがですねあの浅草にあるです、ね、なんかこういうふわんっていうやつですねこう金色になってるやつこれがまあ黄金のうんこと言われたんですけどスタウトに言うとこれはえー、っとですねお化けだそうですね。 つまり、霊魂魂とか魂を表しているとで。これがなんか日本的なものとしてそれを金色で描くというのは浮世絵というか、えー、襖絵とかですねああいうものでもう金色の雲が流れるじゃないですか。 洛陽図とか、ああいうやつああありますよね。ああいうふうなもので金色の雲がちょっと空間を区切ってるのをスタートはこれだと思ったらしくてそれと日本の,です、ね、そのファンタジーとかです、ね、ゴーストの感じを出そうとして金色にやったらそしたらみんなに「金色のうんこんこ」と言われることになってしまったというです、ね、不幸な建物だよね。